日本代表も出場しているサッカーのアジアカップ。はい。カタール大会は17日。1次リーグ第2戦で世界ランク79位の中国は同107位レバノンと対戦し、2戦連続0の0で引き分けた。前半12分にレバノンの選手が振り上げた足が中国の選手の顔面に入るハプニングが発生し、VAR が介入したが、ノーカードの判定が下された。 中国のファンからは笛を吹いた韓国人主身に対して不満の声も上がっている。画像、これでイエローもなし。中国選手がレバノン選手に、顔面キック、を食らった決定的瞬間。前半12分、中国は中盤から前線にロングフィード。DF が競り合ったこぼれ球をレバノンの DF ハリルカミスが左足を振り上げてクリアしたが、 そのスパイクの裏がそのまま中国の大ワイ,イツンの顔面に入る形になった。大は顔面を抑え、その場に崩れ落ちる。会場も一時騒然。起き上がった大の顔は頬あたりが擦れ、赤く腫れた後も残った。この後、VAR が介入。レッドカードかどうかのチェックが行われたが、ノーカードで試合は再開された。国際中継の実況席では、スパイクの位置が高かった。 恋ではないと思うが、完全にボールだけを見ていましたね、と偶発的なプレートの見解で実況と解説が一致。VTR で映像を見ると、おー、と声を上げ、ひどいですね、本当にとても、とも述べたが、ノーカードの判定が出ると、実況は正しい判断だと思います。私はレッドカードではないと思います、と伝えた。 これに中国メディアの関係者から不満の声が続々と上がっていたが、この一件を速報した中国メディア、ジー・ボーバの記事にも中国ファンの反応も寄せられた。レッドカードもイエローカードもなし。これで負けたらやっていられない。これが少し前のシューズだったら、肉がえぐれているに違いない。レッドカードのレベルなのに、全く何事もなし。などの声が上がった。また、新たな火種となりかねないのが、 この試合は韓国の審判団が務めていたこと。15日の韓国、バーレーン戦で中国の主審が韓国にイエロー5枚を与え、試合後に監督やメディアから不満の声が上がっていた。その影響もあってか、中国のファンも、韓国人審判、素人レベルだろう。韓国の審判だから、明らかに報復だ、生まねえ韓国の試合で審判を務めた中国人。 はどうやらもっと厳しくすべきだったよう、と恨み節をこぼしていた。